こう。まずは学級裁判の簡単な説明から始めましょう。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置きだけど、もし間違った時黒以外の全員がお仕置き。本当にこの中に犯人がいるんだよな。当然です。よし、みんなで目を閉じる。然后犯人举手。没技能吧？我不是没技能吗？哎，我好像有一个技能哈。哎，可以装一个技能。好，装一个技能好了。好像刚刚的存在。来看一下。啊，好了，五元最后给我的礼物。啊，五元最后给我的礼物。对，好了，保持着尊敬还是要装一下。破坏对手发言时赋予对方损伤将会增加，好像没什么用，但是还是中了。好了好了啊，我们五元给我们的礼物一定要拿着。那个是什么意思？死了就被排挤了，太可怜了。それでしたら、あの空席は？私たちは15人なのに。抓到了！其实有16个人。想骗我？真的假的？真的假的？前置きはこれぐらいにして、そろそろ始めようか。まずは事件のまとめからだね。不想听，开始讨论。还要用什么？最后一颗子弹了。哦，可以。殺人が起きたのは内部の部屋だったな。そのシャワールームだったのね。でも相澤さんはシャワールームにいるところをいきなり襲われて抵抗する間もなく殺されちゃったんだよね。それは違うよ。それは違うよ。ロンポ。ちょっと待って藤崎さん、僕の部屋の状況を思い出してみてよ。我房间里面有啪啪啪打斗的痕迹。争いは間違いなくあったはずだよ。争いって誰と誰の？もちろん前園さんと犯人だ。じゃあ前園さんはシャワールームにいたところをいきなり襲われたわけじゃなくて、おそらく最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだところで追ってきた犯人に殺されてしまったのでしょう。現場を見ればすぐにわかることだ。わざわざ説明するまでも。ごめんなさい。不要欺負他。続きを始めっか。いいわ。次は狂気の花。なんだか。除了菜刀还能是什么？埋蔵さやかを殺した凶器と埋蔵君を含むに間違いない。あれ、犯人がナイフで刺したし。え？这厨房刀这？哎！啊是。埋蔵さやかを殺した埋蔵君を含むに間違いない。あれ、犯人がナイフで刺したし。それは違う。趴在玩具浴室，然后被袭击。包丁だ？厨房にあった包丁が事件後に一本だけなくなってたんだ。その包丁が凶器になった。ああ、確かにそうかもしれない。あの女の腹に刺さってた刃物は。这叫综艺，综艺，综艺，故意的，故意的，逗大家笑，逗着大家玩。ナイギ就是你。就在你房间。これ以上の根拠はないじゃん。ちょっと待ってよ、僕は。その結論は議論を進めた後で出しましょう。けどこれ以上話し合ったって。いいよ、そんなことない。いい、可以找到突破点的。議論を続ければきっと突破口は見えてくる。あ？
噔噔噔噔。其实这首歌还蛮有 feel 的。それは違うよ。待て、厨房からお包丁。不是我。お次は犯人は僕じゃないかしら。言うだけならいくらでもできる。不是我。証人がいるとして。有证人。ね、朝日奈さん。だって朝日奈さんは言ってたよね。包丁は朝比奈さんが食堂にいる間になくなったんだよね。うん、そうだよ。その間僕は食堂に来た。来なかったと思う。たらー、不是我。うん、苗木は来なかったよ。不是我、我不是凶手。包丁は朝比奈さんが食堂にいる間になくなった。だからその間、僕は食堂にいない。つまり僕に包丁を持ち出せたはずがないんだ。だったらこういう可能性はどう？そこの水谷バカと苗木誠は共犯関係にあって嘘の証言をしているとか。水谷バカ？っていうか、なんで私が共犯者なの？ついでにそこのぬいぐるみに聞いておきたいんだが、共犯者が存在した場合はそいつも黒になるのか？では答えましょう。殺人の際、共犯者を味方につけることは可能ですが、卒業できるのは実行犯である黒い一名のみです。つまりいくら殺人を手伝ったところで共犯者は得しないのね。じゃあ共犯者ってのはなさそうだな。でも犯人がそのルールを知らなかっただけなのかもしれないし。めんどくさいな。好麻烦呢，太嫌麻烦了。直接剧透你啦，直接跟你讲。とにかく、僕は食堂には行ってないし、包丁なんて持ち出してないんだよ。だから、僕は犯人なんかじゃないんだ。だったら、包丁を持ち出したのって誰なのかな？食堂にずっといた朝比奈さんなら可能でしょうけど。就是你。それを証明する人物はいるのですかな？昨日の夜、食堂で紅茶を飲んでた時、私はずっとさくらちゃんと一緒だったんだよ。念のために聞いとくけど、さくらちゃんって。さくらちゃんって。ですよね。ですよね。サミナチとオーガのどっちかが。チーム。紅茶を持ち出したんじゃねえのか？うん。それはありえないよ。だって、その。黑肉一定没错，黑肉就是正义。昨晩我は朝比奈の部屋に泊まったのだ。変な映像を見せられたせいで怖くなっちゃってさ、さくらちゃんに無理言って泊まってもらったんだ。だからそもそも私たちにはアリバイがあるんだって。泊まったって高速違反じゃない？個室以外で寝ることは禁止されてたけど、他人の個室で寝ることまでは禁止されてなかったから。黑肉联盟。だから問題ないってことなんじゃないかな。問題なら悪い。不健全ではないか。太不健康了吧。男女居然在同一个房间过夜。我は女だな。太失礼啊你。ですが、食堂にいたあなた方でもないとなると、もう他の可能性は。いや、まだ可能性はあるはずだ。そうだろう、朝比奈。実はね、私たちが食堂にいる間、他にも一人だけ食堂に来た人がいるんだ。なぜそれを先に言わん？だってもうここにいない人だから。舞園さやかちゃん、食堂に来たのは殺された彼女だよ。なぞさいな、就是黑白熊。これだ。これだ。包丁を持ち出したのも前園さん。そうとしか考えられまい。それに今になって考えてみれば、あいつの言動は何か妙だった。食堂に来るなり
あいつは我らに見向きもせずに厨房へと入っていった。水を飲みに来ただけだと言っていたが、おそらくその時は。では包丁を持ち出したのは被害者である前園君自身だったのか。人護身用にしようと一定是想要来防身的。前園は自分で持ち出した包丁を犯人に奪われ、それで殺されたんだな。では包丁を持ち出していないからといって容疑が晴れたとは言えないわけだ。就是你啦。你抢走他的菜刀把他杀了。完了，自己挖坑自己跳下去了。糟糕，どうして？内儀君を犯人だと。まだ早いんじゃないかしら。今回の犯人、部屋の持ち主ではありえない行動。祥子专业带风向。その行動の謎を解明しない限り、彼が犯人だとは言い切れないはずよ。ありえない行動？なんだそれ。現場となった部屋にはあって当然のものがなかった。内儀君、ここまで言えばわかるわね。灵光乍现之姿，不想听。感觉好像快想起什么了。灵光乍现之啊，什么的？这是啊？什么脚毛上什么？哎、欸、呀，对不起，这段怎么玩？真是怎样？上毛吧。是这样吗？对不起，我不应该不看说明的，对不起，差点不会玩了。そうだ。僕の部屋には髪の毛が一本も落ちてなかったんだ。犯人が。我不应该不看说明的。もし僕が犯人だとしたら、どうして自分の部屋の髪の毛をそこまで徹底的に掃除する必要があるの？だって自分の部屋に自分の髪の毛が落ちてても。何もおかしくないはずだ。前園さんが部屋を訪れたという痕跡を消すために部屋中の髪の毛を掃除した。そうは考えられませんか？彼女の痕跡を消すのが目的なら、髪の毛よりも死体そのものを何とかするはずよ。一理やりますな。だったらどうして髪の毛が落ちてなかったんだ？もちろん犯人は掃除したから。会消除自己到过那个房间的痕迹。自分がその部屋を訪れたという。也就是说，犯人が部屋の持ち主。不可能是房间的主人。じゃあ、マイキ君は犯人じゃない？マイキ君が犯人じゃない。祥子各种救场，各种救场。超级带风向。現場となったシャワールーム周辺の状況を。よく思い出してみて。超時代風向。前園さんは最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだのね。犯人はその後を追ってシャワールームに入った。そこであの女を刺し殺したんだ。その時犯人はすんなりとシャワールームに入れたのかしら。どういう意味ですか？犯人はシャワールームに入る際かなり手こずったんじゃないかしら。一番功夫。その証拠だってはっきりと残っていたはずよ。内儀君、犯人が手こずった証拠ってシャワールームのドアノブのことだよね。ドアノブがどうしたんだべ？壊されてたんだよ。僕の部屋のシャワールームのドアノブがさ、ほら上の部分のネジが外れてドアノブが取れかかってるでしょ。本当だ。でも犯人がシャワールームの鍵を壊そうとしてドアノブごと外したのよ。これが我觉得推理根本是祥子在推。部屋の持ち主ではありえない行動よ。自分の部屋のドアを壊すはずねってか。でも壊すしかねえんだったら壊すだろう。ありえねえってほどじゃねえだろう。そう、まだわからないのね。だったらもう一度事件の流れを振り返ってみましょうか。そうすればきっとわかるはずよ。好了，听一下好了。
弱点将会变多。哦哦，好了好了，好，就是前面的试玩已经结束了，正式开始。事件は大義くんの個室で起き、マイゾノさんは最初に部屋で襲われ、開始、その後シャワールームに逃げ込んだ。犯人はその後を追ってシャワールームに入った。その時犯人がドアノブを壊したんだろう。这个吧，哎，打错了。这带血量好少，不能乱打。我好像不能乱打了。这个才对。这一带都不会自动瞄准，好难打哦。这一代不能走看到黑影就开枪的玩法。シャワールームに鍵がかかるのって女性の部屋だけだったはずでしょ。そういえばそうだったな。じゃあ、苗木君の部屋のシャワールームは、为什么打不开呢？どうして開かなかったの？ドアの立て付けのせいなんだ。我的门轴坏掉了。ドアの立て付け？僕の部屋のシャワールーム。啊，自动瞄准是技能哦，自动瞄准是技能。我要刷一个自动瞄准的技能，比较方便。哦，是用我的难度影响血量哦。不，全然幸運じゃないし。シャワールームのドアが開かなかったのは立て付けのせいだった。でも犯人はそれを鍵のせいだと勘違いした。だからこそドアノブごと鍵を。原来那是小犬的技能，要好好感谢小犬。从一开始就发挥了他的技能的作用到最后。なんて勘違いをしたのでしょう。男子の部屋のシャワールームに。鍵がかからないことは私たちの全員が知っているはずですけど、犯人がそう勘違いしたの。不知道这个是我的房间。犯人は現場が僕の家だってこと。不是超高校生、根本不是超高校生的事情，是超高校生接嘴炮。でも当たってるわ。だけど。もう少し正確に言えば、犯人が知らなかったのは、苗木君と舞園さんが部屋を交換していた事実。そのせいで、犯人は勘違いしてしまったのだ。まさかシャワールームには鍵がないと思うぞ。鍵を壊しにかかるのだ。それが無意味な行動とも知らずにか。最終的には、力ずくで開けたのか、ひょんなことから開いたのかはわからないけど、犯人は相当混乱したはずよ。ドアが開いた理由も分からずじまいでしょうし。何にせよ実に回りくどい行動だ。ありもしないドアの鍵を壊そうとするとはな。ドアが開かない理由を知っていた僕ならそんなことするはずないよね。確かにそうかもしれんな。じゃあ犯人って部屋の交換を知らなかった人なの？鍵は当てはまらないじゃない。干，到底为什么那么想要杀我？让我是凶手啊？跟你是有仇哦。このまま犯人が決まらなかった。找不到凶手吗？よし、とりあえず多数決で。用多数决来决定吧。いいんだ。つうか、この状況。就是你。水晶球。水晶球加白衣服。どなたか疑問に感じていることはないのですか？あ、疑問ならあるよ。あなたですか。なんで残念そうなの？朝日奈くん、いいから話したまえ。あ、そうそう。そもそも犯人はどうやって苗木の部屋に入ったのかなって思ってさ。なるほど。犯人が現場に入った方法か。内園が部屋の鍵を落として、それを犯人が拾ったんだろ。そんなに都合よく落とすとは思えんが。じゃあ。いや。鍵にはピッキング防止加工があったはずだ。ではお答えしましょう。犯人はもっと簡単に入ったのであります。つまり来訪者のふりをしてやってきた犯人を舞園さん自らが招き入れたのです。いや、それはないよ。ふう、もしもし。哎呀，
哎，干嘛哪一个？这个我真的是不知道。谁干嘛？啊！我以为会是什么证词之类，他讲的话之类的。人生成大错觉，我能反杀。そう言っていた彼女が自分から鍵を開けたとは考えられないよ。彼女が怯えていたこと自体が。他在说谎？怎么可能？为什么要讲这种话？どうして彼女がそんな嘘を？苗木君にとっては考えたくない可能性でしょう。これを見てもまだそう言える。有一件事想跟你两人单独谈，五分钟后请到我的房间来。请好好确认房间的名牌，以免搞错房间哦。場所に置いてあったメモ帳の一番上のページを鉛筆でこすってみた。铅笔轻敲在那吗？便条纸本上最上面那一张。ドラマで見たことあるよ。メモ帳の下のページに残された筆圧を鉛筆で。你在下面那一张便条纸。哦。それを見たときに思ったもん。メモに字を書くときはメモ帳から破った後で書かないとって。古い手法だけど意外と古典の役に立つものね。ちなみにこのメモ帳が置いてあったのは苗木君の部屋のデスクの上に。つまりこのメモを受験前に残せたのは苗木君の部屋に入ったことのある人物だけ。部屋の持ち主である苗木か。苗木君、すごくはあ、そうでしょうね。このメモには舞園と読めるサインが書いてあったみたいだし。为什么写这种纸条呢？想要把某个人叫过来，为什么？そこでこのメモを使ったんじゃないかしら。このメモを部屋のドアの隙間から入れることで、その人物をこっそり呼び出そうとしたのよ。超高校級のアイドルにそんな風に誘われて。对，男生应该是一级必杀吧。多くは二次元限定なんで。関係ありませんがね。ですが、そのメモで呼び出された人物なんて本当に存在するのでしょうか。存在するとしても、その人物が事件に関係しているとは思えませんわ。不不不，四男人都应该要去赴约才对。聞いていただけますか？では、お話しして差し上げましょう。前園さんと苗木君は部屋を交換していたのですよね。ですがそのメモの呼び出し先には私の部屋とありますよね。え、不是这样吗？前園さんと苗木君は、不是这个吗？その私の部屋と、そっか、その人は苗木君がいた前園さんの部屋にです。つまり呼び出された人物、事件とは関係ない。なるほど、確かに。それ应该是打后面、应该是后面那个选项。前園さんと苗木ですが、その私の部屋とは、そっか、その人は苗木君がいた前園さんの部屋に。それは違う。打完再看。啊，先打打看吧，感觉差不多就打了。部屋の交換と同じようにね。そのせいで苗木君がいた前園さんの部屋は苗木誠のネームプレートになり、前園さんがいた苗木君の部屋は前園さやかのネームプレートになっていたの。つまり前園さやかのネームプレートの部屋には本当に前園がいたということか。じゃあそのメモの通りに行動しても前園さんがいる苗木君の部屋には行けたんだね。しかも二人の部屋は隣同士、ネームプレートを入れ替えるのにうってつけだった。じゃあそれを总觉得是这样比较帅。我们家唱歌是很帅的。もちろん苗木君じゃないのよね。そんじゃ誰がやったっつんだよ。可以交换名牌的人，可以交换名牌的人是。不。部屋の交換を知ってたのは僕と前園さんだけなんだ。